第13節、密度を求めて物質を推定。前の節では、物質によって密度が定まっているので、物質を推定することができることを学びました。この節では、計算で密度を求めて物質を推定します。問い1、問い2をやってください。田の字表で密度を求める方法は9節でやりましたね。忘れている人は9節を復習して解いてください。それではやってください。問いにはできましたね。次に問い3を解いてください。計算で密度を出し、その密度でその物質が何かを推定します。物質名は1章12節の表を参照してください。それではやってください。これでこの節の説明を終わります。